い、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、マスオのマインクラフトまたやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で今回はですね、洞窟に探検しに行きたいと思います。前回自分のねスキンをねここで作ってったんですけど、残念ながらね、いろいろアイテムがね足りなかったり、鉄が全く足りないっていうね事態に陥ってしまったんで、やっぱりね洞窟に行っていろいろアイテムをね結構ゲットしてくるべきなのではないだろうかと考えまして、今回ね洞窟に行きたいと思います。で洞窟に行くにあたってちょっとね一瞬行ったんですけど、鉄鉱石10個とかねすぐ集められたんですけど、ダイヤのツルハシ、こちらねしかもエンチャントでやったやつ作りました。でこれで採掘もねサクサク進むんじゃないでしょうか。ではちょっと今回は廃坑に突撃しに行きたいと思います。はい、では行ってきまーす。久々のね実はね廃坑なんですよ。久々っていうか本当にもうずーいつぶりか分かんないぐらいの廃坑で、廃坑はですねこちらのね前作ったトンネルをくぐりまして、ここです。ここから廃坑にね実は行けるんですよ。しかも水の中くぐって、最初の方ちゃんと見ててくれた方はご存知だと思うんですけど、まさかのこっからね廃坑に行くっていう。よし、もう僕もう怖かったからさ、あの昔ここが入り口ですっていう感じで松明を置きまくったりとか掘りまくったりしてて、もうこれがもう初心者っていうのバレバレですね。はい、このような形で廃坑に着きました。では今回はこちらね冒険していきたいと思います。とにかくね、とにかく廃坑が怖かったんですよ。今も怖いけど、おお、いきなりいたよ敵が。一体一体片付けていこう。よし、さすが。うーわ、マジか。いきなりこうかなり出てきますね。よしよしよし、倒した松明。いやー、いきなりこう勢いよく出てくるんで、さすが廃坑っていうね。おお、びっくりした、コウモリか感じですが、あれこっちは普通の洞窟に行ってんのかな。こっちは普通の洞窟ですね。ちょっと気になっちゃうから行っちゃおうかな。よし、一回ここで引き返してまた廃坑の方に戻りましょう。いや、コウモリがいるとびっくりしちゃう。こういうね石炭も取っていこう。ダイヤツルハシ使うのもったいないかな。でもこれすんごく簡単に取れるからほんといい。経験値もすごいたまりますねこれだったらね。やったー、もうこれでたくさんですよ石炭。そしてこちらの下の方にも行きたいと思います。おお、廃坑ですねこっち側。ちょっと上の方もちょっとやっとかないと、いつ何時ね上から襲われるか分かんないんで。ではここから廃坑に突撃していきたいと思います。よし、まあ大抵というか大体はこうね、あの制圧したんですよ僕昔に。そうそう、昔制圧したんで大体大丈夫だと思うんですけど、念のためね。でもこういう線路を集めてないあたりがねあんまりやってなかったのかなと思っちゃいますけど。よし、ここにも松明があると。行き止まりですね。お、線路発見。線路はいっぱいたくさん集めてまたあの線路を広げたいんで。お、ここ拠点としてたところだ、懐かしい。何もないね。でもここ作業台とか拠点あるからまたここ拠点にしましょう。お、キノコルーム、これはいいじゃないか。キノコスープが飲み放題。そしてこっちは行き止まり。まあここ行き止まりだったから多分ねここを拠点にしようと思ったんですね僕は。でも上からやられちゃわないこれって思っちゃうけど、まあ拠点、一応ここ拠点っぽくしておきましょうか。あの分かりやすくね、じゃないとまた迷ってやばいことになっちゃうでしょ。よしよし、拠点印。
拠点印のたくさんの松明。どっからからゾンビが来ている音。おお、びっくりした。ここ制圧してたのか。あー、びっくりしたよ。よかった。こっちは特に何もなさそう。やっぱり制圧もう完了してるのか俺は。あ、こんなところに鉄があるじゃないですか。もったいな。鉄集めましょう、集めましょう。お、あっちはまだ暗い。これは怖いっすね。よし、よし、下に下れるようにしときました。こっちはね、昔橋を作ったようですね、僕がね。おっと、橋を作ってこう行ったんだ俺。昔の記憶と、こ、お、こっちにも橋がある。結構頑張ってたんですね。あ、ここ最初のところだ。最初のところに戻りたくて橋を作ってどうにか戻れないかなってことだったんですね。でもどうせだったら向かいに行きたいな。向かいのこの廃校の方に行きたい。危ねえ。こちら側に行きましょう。おー、こっちはね、なんとなく行ってなさそうな雰囲気が漂ってますね。ちゃんと集めとこう、これ集めとこう。線路大事、線路大事、線路大事ですよ。これでね、どんどん広げますからね、またね。しゃあ、さらにちょっとバケツが邪魔なんだよな。行ったことないところだから怖いですね、非常に。こっちには何もない。こっちはどうだ。一回こう道をねちゃんと整備してから行きたいと思います。またこちらの線路集めよう。線路よっしゃー。これ何。おお、びっくりした。これなんだろうと思ったら宝箱じゃん。やったー。じゃあ開けたいと思います。せーの、ポチ。なんだ、何も入ってないっていう。俺昔来たことあんのか、もしかして。お、鉄がありました。これはありがたいですね。お、鉄あった下に。よし、下に一つずつ下ると。おお、こっちは来たことあるんだ。怖っ、上から落ちてきそうで怖い。大量ゲット。こちらの道につないでる。これな、どこにつながってんだろうな。多分ね、割とね、家の近くなんですよ、ここら辺って。お、また下につながる道だ、発見。こっちはさっきのところかな。おお、下の方につながる道につながった。お、やったやった、鉄発見しました。さらに鉄発見。どっかからゾンビが来てるぞ。どこだ。いないですね。どっから来てるんだ。下か。とりあえずいないんだよな。よしよし、
一番下に来れましたね。下に来れました。まあここも来たことがある道なんでしょうけど、さらにここにも黒曜石がある、黒曜石があるってことは溶岩地帯ではあったみたいですね。ここもちょっと危ないから、マグマダイブ僕しちゃいそうなんで消しときましょう。よし、ないなし、何もなし。さらに何かいいアイテムは落ちてないのか。特になさそうですね。あ、これいつものところじゃね。これいつものところじゃん。これいつものところだ。これも危ないからちょっと処理しときましょう。よし、こちら側に行けば帰れるんじゃないのかな。よーし、ちげえ、こっち行き止まりだ。逆だ、逆側に帰れば、あ、ここだ、ここから帰れる道だな。よし、ここから行けばいつもの帰り道に、危ない危ない危ない、つながっているから、やったー。やっぱりね、大きいからつながってるみたいですね。よし、でこちら側に帰ると、まあもう一回別のルートから行けって言われたら全然わかんないんですけど、つながってるみたい。あ、もしかして雨降ってんのかな。あ、雨降ってますね。よーし、ということで家まで帰ってこれました。はい、ということでね、ちゃんと家に帰ってこれました。まあね、とりあえずの冒険今日は終了です。で、今日の収穫はですね、鉄41個、トロッコ2台、チェスト2つ、レールがこれ全部で70個ゲットできたんで、まあ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 、それなりに大きな収穫だったと思います。まあ、ダイヤのツルハシがね、非常に便利だなっていうのをね、感じました。で、今後ね、実はですね、思い出したんですけど、ここかな、ここら辺ね、下開けると実はね、このようになってるんですよ。さらにここ、こういう風にしますと、実はね、こういう風に今のところまで割とね、繋がってるんですね、家から。思い出したんですけどね、これさっきのところじゃない、ほら、さっきの道までね、実は繋がってまして、あ、そういえばここから簡単に行けるじゃんっていうね、思ったんで、なんかこういう風に簡単にこの下まで来れるね、装置でも何でもそういうのをちょっと作りまして、こう、なんですかね、よりこの家を便利にしていきたいなと思います。っていうか、鉄盛りだくさんじゃん、ここ。やば。ということで皆さん、今日も、最後までご視聴いただいてありがとうございました。いろいろね、さらに家を発展させるように、いろいろ頑張っていきたいと思います。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。